ジュニアさんとの番組のヘベレカで女性ゲストの中途半端な暴露話に論破して詰める姿が面白かったです。マーサさんがすごいと思う女性タレントやアナウンサーを教えてください。いや、それぞれやっぱり今活躍してる女性タレントさんとかアナウンサーはみんな何かしら突出してすごいなと思うところがあるので、うん、この人一人だけがもう一番すごいみたいなのはないですけれども、やっぱでも売れてる人ってみんなやっぱ優秀ですか？うん、だと思います。だからなんか強い事務所がプッシュして一時期バーって出てもやっぱりそこで仕事ができないとか結果残せなかったら呼ばれない世界だし、なんかこの人超優秀だけどあんまり仕事来ないよねみたいな人っています？いや、あんまりいないし、もしそういう人がいるとしたら本人はすごく優秀なのにマネージャーさんがめんどくさいとか、あの仕事をする制作側からするといや、あの人 NG 多いよねとか、ああそっか、確かにそういうパターンもありますね、はい、でハリウッドスターとかでよくあるハリウッドスターはめちゃくちゃいい人なのにもう周りの側のマネージメントとか、うん、映画会社がガチガチに固めすぎててもう本当、はいはい、インタビューとかも取れないロケも大変みたいなのが日本でも芸能人があると難しいかもしれないですね。あと共演 NG が多いタレントさんとか、あの NG 媒体が多いタレントさんとかも敬遠されるかもしれない。共演 NG とかってみんなそんな作るもんなんですか？いやいや、あの私はでも私自身はそういうのないですけれども、あの、うん、例えば昔交際してた人とかね、それから、まあ、テレビで嫌なこと言われたとか、あと、まあ、昔になんか喧嘩したとかっていうのとかで NG 出してる方はいらっしゃると思います。はいはい、